こんばんは。あ、そしたらミサッピーズファンネームでございます。ミサッピーズはファンネームです。ミサキと書いてミサキっていうの。そうです、心に咲くと書いて、見えるかな、見えてるか分かんないですけど、ここにちっちゃく岬って書いてあります。ミサッピーズはできれば英語でお願いします。ミサッピーズです。ミサッピーズです。私ちょっと今日のルービックスキューブ、今日のモバメにも書く予定なんですけど、ルービックスキューブに最近ハマってるんですよ。あ、ハッピーワインじゃダメなんですか。あ、そうなんですよ、私ちょっとこれこだわりポイントで、これ愛がいいんですよ、めっちゃ。なんか愛の方が可愛いんですよ、見た目的に、個人的に愛の方が可愛くて、愛でお願いします。こだわりです、愛です。ルービックスキューブ、なんで今ルービックスキューブを買って、ちょっとだけ進めたんですよ、これを。どこ行ったっけ。皆さんルービックスキューブとかやりますか。なんか難しくて、なんかなかなか解けないんですよ。どうやってやるんだろう。てか今ちょっと苦戦中なんですけど、うちわにミサッピーズって書いてもいいですよ。でもピーズはひらがなでお願いします。英語なら愛で、日本語なら全部ひらがなでお願いします。うわ、ひらがなってこと忘れた。頑張って解いてるんですけど、なんか半分まで解けたんですけど、なんか分かんなくなっちゃったんですよ、また。なんかやってたら難しくなっちゃって、これ 2×2 なんですけど、どうやるんだ。誰かルービックスキューブ得意な方いません？死ぬほど難しいんですよ、これ。どうやって、なんかもうぐちゃぐちゃなんですけど、今普通のはこっちなんですけど、これはまだちょっと綺麗な状態なんですけど、これこっちが2面で、今やってたんですけど、なんかまあ本当に分かんなくなっちゃって、なんかネットで調べながら半分までは行ったんですよ。どっかなんかちょっと崩れちゃったんですけど、半分までは行ったんですよ、さっき。めっちゃむずいですよ、これ。ちょっとどうか、なぜか本当に、皆さん解き方わかります？これ。わかります。実際これ、それパターンがあるんだ。どうやってやるんですか？どうやってやるんですか？本当に、なんかネットではこの赤青白のところを基準にしてなんか解いてくみたいな風に書いてあって。なんかそれに合わせて頑張って解いてみたんですよ。でもなんかよく分からんくて、めっちゃむずいんですよ。なんかおかしい。ちょっと分解して完成させる。ちょっと私も昔はやってました、それ。でもちょっと今回は側面を意識すればいけるのでは。難しい。でなんかさ、これなんかめっちゃ回しやすいんですよ、今回は。前持ってたやつとかなんか結構カチカチしてて難かったんですけど、これなんか全部解けたよって人とかいません？全部僕私解き終わりました、じゃじゃんみたいな方いますか？私今死ぬほど苦戦中です。なんで？なんかこれあるんですよ、今この赤と白と青のやつ。
それで多分このブロックがこっち赤なんですよ。これが分かります？こういったら多分正解になってんだよ。分かりますかね？正解になってて、こいつがめっちゃ手にマッキーついてる。最悪。こいつがこっちに来て、これが上に行って、これがこうなると多分そうなんですよ。ファンネーム何に決まったの？ファンネームミサピーズです。ミサピーズの今こっちはまだちょっともう多分解けない気しかしなくて、 2×2 と 3×3 どっちが簡単なんですかね。 3×3 一回これも崩してみようかな。じゃあちょっと一回崩します。でもめっちゃ崩してます。崩してる、変えてます。なんか難しいんですよこれ。今 3×3 は、これカットボッカなんですけど、今初めて崩しました。どうやってやるのかしら。絶対むずいじゃないですか。もうやばい、これ 3×3 の解き方ってわかりますか？ 3×3 もこいつ基準とかありますか？この白赤青が基準とかってありますか？皆さん 3×3 のやり方教えてください。私 3×3 もなんか解き方一切分からずに買ったんですよ。なんで買ったんだって なっちゃうんですけど、 3×3 まず十字架を作る。十字架そういうことか。ちょっと待って、十字架だから、真ん中を揃えればいいってことですよね。真ん中揃えるの？真ん中。どうやって揃えるのこれ？できました。真ん中ここだけ今揃えました。すごいついてる巻き最悪だわ。そして十字架なのでこいつか。じゃあこいつじゃない。どうやってやる？ここまで合ってますか？なってるかな。青揃えて、めっちゃむずい。ちょっと解き終わった方とかいますか？なんかこういうのやって一瞬で解けたぜみたいな人います？僕、私は得意なので解けましたとかいますか？皆さん、なぜできるのかが不思議すぎてすごいんですけど、もう青どれを揃えたらいいのかちょっと分からなくなっちゃった。あれ、なくない？あった。あ、こいつか。違う。今このこいつらいるじゃないですか。こいつら今探してたんですけど、どこにもここのやつらがいないんですよ。どこ行った？これと、あ、これか。あ、そういうこと？あ、待って、ごめんなさい。めっちゃ今揃えました。そして最後の一個はどうやって揃えるんじゃ？今ここまでできたんですよ。そしてここにいるんですよ今こいつは。なんかこいつの揃え方がめっちゃむずい。あ、違う。合ってますよね。多分合ってるんですよ。合ってますか？多分時間かかりますよね。ちょっと一面やりたいな。
むずいです。なんかこういうのなんかよくテレビとかでなんか10秒で終わったとかなんか人いません？なんか時々なんかいるじゃないですか。なんかああいうの見てていつも私一人で感心してんですよ。なんかどうやってあんな早く解けるんじゃいみたいな。え、今説明いただいた、どこだ、ちょっと待ってください、めっちゃ動かしちゃった。なんか変な風にそう、え、なんか T の字になっちゃいました。ん、一面を周りの色も同じ色で揃えるところからさ、一面を周りの色もどういうことや、一面を周りの色も同じ色で揃えるところからスタート。じゃあまず多分一面クリアしないといけないってことですよね。一面多分ここまでは合ってる気がするんだけどな。これ真ん中をこいつに基準すればいいんですよね、多分これをに合わせてあのこいつのところに持ってくるってことですよね、多分合ってるか分からんけど多分思ってます。そうやって私は今ちょっといろいろ動かしちゃったんですけど、なんだよ、ウィンクして。子どもの頃分解してた、私も、もっとちっちゃい頃はやってました。世界記録って10秒くらいだよね。そうなんです。なんかめっちゃ時々テレビとかでどっちの早くできるかみたいな風になんかこうやってカラーってやってもう完成してる人とかいるじゃないですか。すごくないですか、人って。マジでもうぐちゃぐちゃなんですけど。いやでも私今気づいたんですけど、ここを2つ揃ってるじゃないですか。これも2つ揃って、なんか1つの面につき同じ色が2つ揃ってるんですよね。1段ずつ揃えていく、1段ずつ、ちょっと1段ずつ揃えるんだ。なんかこう回したらこうなるとかは全く分かんないんで、あ、違うか、あ、待って、分かったかもしれない。1段今青1段揃いました。ここありました。あ、そしたら、え、ちょ待って、なんか分かってきた気がする。え、そしてこうした、こっちやな、こっから今目の前に、あ、今目の前にルービック、え、皆さんルービックキューブ持ってる方、一緒にルービックキューブ持ってない方もちょっとぜひちょっと一緒にやりましょう。これがこう、なんかこの真ん中に多分これを持ってくるから、結構多分いいところまで合ってません？多分こう来て、どうやろう、ここにも折って、ここにもあるんですよ。こいつを、なんか皆さん、なんかめっちゃマーカーがついてる。こうして斜め、それもビンゴですね、ビンゴしました。今一面を、そしてこっからは難しいんですよ。こっち L になっちゃいました。こうしたら T で、こうしたら L、 あ、こっちか、あれじゃ、角の青は後で揃います。難しいな、よいしょ、おい、危ねえ、よいしょ、違う遊びになってる。どうやって、
今こうなってるじゃないですか、こいつが。こうしてどっちか、こっちか、こっちに2ついるんですよ。難しい。プンスか。ぬう。私今回買ったのが2個と 2×2 と 3×3 と 4×4 と 5×5 のやつを持ってるんですよ。1面揃えたい。プンスか、プンスかです。赤も揃ってるなんかこっちのが簡単な気がしません？ちょっと5×5 もあるんですよ。今度の時持ってきます。今ちょっと他の部屋にあるんで。こうやってしたら揃うとかありません？ 1×1 はもうめっちゃ簡単じゃないですか。もうその場で完成。適当にやったら揃う説。だんだんちょっと諦めてきました、私。なんかでもなんか 2×2 ってあんま聞きません？あんま聞かない気がするんですけど、どうやってやるんだろう。 2×2 持ってる人っていますか？ 2×2 持ってる人、 2×2 持ってる方いますか？ 2×2この大きさでも大きさ何で落ちた？もうやだ、めっちゃ落ちるやんこいつ。2×2めっちゃ今日消えたら落ちる。最悪や。ちょっとこうやって、めっちゃ落ちる。2×2のが難しいんですかね。なんかこのセンターのこいつがおらんから、こいつがいると簡単なんですかね。難しい。3×3。3×3が一番簡単なんですかね。どうなんだろう。おいしょ。むずいむずい。変顔ですね。なんかこの多分こいつに合わせてこうやって動かしていくとなんかあるとか、これ一段ずつ揃えていくんですかね。英語うまいね、帰国子女か。そうです。 Yes I like English。 私本当に英語大好きなんですよね。英語楽しすぎる。 2×2 も 3×3 も基本は同じ。 5×5 なんて永遠に揃わん。確かに揃う気がしません。私も買ったんですけど多分揃う気がしません。アメリカで流行ってるの？え、多分そんなことないと思うんですけど、昔アメリカの友達とか結構やってました。これミサピーズです。ミサピーズです。ちょっと見にくいか。こんな感じです。ミサッピーズ。むずいむずい。よいしょよいしょ。ルービックスキューブ、ちょっとこいつはまた後でネットで調べて頑張ります。ルービックスキューブ買おうかな。今度またルービックスキューブ配信でいつかします。一緒にやりましょう皆さん。ルービックスキューブ絶対むずい。 今度皆さんで一緒にルービックスキューブやりましょうよ。それは事前に予告しておきます。ルービックスキューブ配信しますって。なんかこうなった、あと1面って感じなんですけど、どうなんだろう。むずすぎる本当に。全く分かんないんですよ。皆さんどれ買います？ 3×3 でいきます。今度
3×3、 3×3 どこで買えるんだろう。多分私の場合はネットで買いました。ネットでプチって 3×3。 熱が出そうだ。一緒に頑張りましょう。できた試しがない。わら、 3×3 かな。え、じゃあ今度 3×3 配信しようかな。面白そう。ルービックキューブ、ルービックスキューブ、ルービックキューブですよね多分。ルービック、ルービックス、ルービックキューブだと思います。本屋さんで、そうなんですか。本屋さんで売ってるんだ。面白い、初めて知った。探せりポチる方が早いかな。多分そうです。さきちゃんはじめまして。ミルキーとココちゃんとモモのおうちとスーちゃんのおしる案件です。よろしくお願いします。トイザラス、トイザラスとか売ってそうですよね。あ、こいつら、私もちょっとこいつ次の配信までに一回直します。頑張っていろいろ探します。なんか直す説明書みたいなこれついてたんですけど、なんか見ても全く分からなかったんです。なんか変な数字がいっぱい書いてあって、これの式はこうじゃらこうじゃらみたいな、なんかいろいろ書いてあったんで、ちょっと無理かなと思って。意外にでも 3×3 の方が簡単なのかな。 3×3、 3×3、 ルービックスキューブで、そう、ルービックキューブ、ルービックキューブですよね。ルービックキューブ、ルービックキューブですね。分解したらずるい。確かに分解したらずるいですね。家族にできる人いないんですよ。私多分お母さん絶対やってくんないんですよ、小池。あとなんか前、でもなんか前友達とルービックキューブやった時に、なんか友達がなんかそういうアプリみたいのを入れてたんですよ。ルービックキューブを解くアプリみたいなの、なんかそれぞれの色を入力してって、そしたらなんかこうやってやったら揃うよみたいな風になんか書いてあったんで、なんかそのアプリ前探したんですけど、どこにもなかったんで、ちょっと残念ながらなかったですよ。でもアプリなんか探しても出てこなかったんですよ。ルービックキューブ懐かしい。順番教えて、そうなんですよ。なんか次はこうして、あ、次はあしてみたいな風に教えてくれるアプリが前あったんですよね。面白かった。なんかえーと思ってたんですよ。アプリ昔やった。あー、やっぱり入れてる方いるんだ。攻略本でやったらあかん。チートキューブ、じゃんチートキューブになっちゃいますね。配信あと5分です。ありゃまあ、早いことに。なんか今ずっといじったら1段揃いました、緑が。不思議なことに面白と揃った。自然に揃うことってなかなかないですよね。面白い。まさかの自動で1段が揃いました。びっくり。またこいつやっておきます。ありゃま、アリアマ、アリアマ、アリアマは結構口癖かもしれない。自然に揃ったらすごい運使ってしまいそう。本当だ、使っちゃったわ今日。まあでもあと、もう今日は特に大丈夫なんで。 T になりがち。あ、本当にそうですよね。 T になる。アリアマ T までいけたからね。って言ったらもう時間があんまないのかな。さっき5分だったから、ピン、 やったぜ。あ、57分。え、じゃあもう皆さんすいません、私なんだ、いきまーす。13位、 BTS アルミアーミーさん、ありがとうございます。12位、モッチさん、ありがとうございます。11位、マッカさん、ありがとうございます。マッカさん。10位、ホリッチさん、ありがとうございます。ホリッチさん、皆さん。9位、なんていうんだ、 RAWR さん、
すみません読み方がラワーさんかな。8位マットさんありがとうございます。7位ちさちゃんさんありがとうございます。ちさちゃんさん。6位なわて A 波乗り隊さんありがとうございます。5位マリュさんマリュさんありがとうございます。4位ひさっしーさんありがとうございます。3位クレパスゆうちゃんさんありがとうございます。2位アルダさんありがとうございます。アルダさん結構来てくださってる気が。1位すえひろさんありがとうございます。すえひろさんも結構来てくださってる気がする。ありがとうございます。いや皆さんありがとうございます。今日は来てくださって、今日は急遽ルービックキューブ配信だったんですが、また今度予告しておくので、いつかちょっといつになるかとかまだ全然決めてないんですけど、いつかルービックスキューブ配信またしたいです。ルービックスキューブ配信皆さん忘れないようにルービックスキューブ配信ちゃんとチェックできるようにフォローお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。バイバーイ。